でですね、可愛い子なんですけどね。そうですね。ね、可愛い子なんだけど、ちっちゃいよね。ちょっと弱そうですね。そうですね。うん、で、ここでもボトルでミルク飲ませるんだけど、うん、よくだけど 10cc ってこさ、何分かかって飲んでるの？ね、10cc ってもうダラダラこぼしてるのがあって、私がこうやってやってる部分もあるんで、賞味10も最後に見て10なんで、半分ぐらい、はい、そんなに飲んでないです。ですよね、はい。ここでもさ、ボトルでやるんだけど、なかなかね、そう飲まないんですよ、哺乳瓶から。3cc とか 4cc とか、それぐらいなの。うん、少ない。でも他人からさ、ちょっとかわいそうだけど、見ました、ね、管を今で入れて、そうするとそれで15とかさ、19とか、だから20ぐらい飲ませたいんですよね、1回につきね。で、まあ、ちょっとできる範囲の検査をさっとしたんですけど、血液、まず、なんだろう、エイズと白血病、猫ちゃんもあるんですよね。それはなかったです。なかったです。だから良かったですね。で、あとは、体の中の電解質のバランスがちょっと崩れてまして、ナトリウムが低いと。だからちょっと、水分のバランスが、電解質のバランスが。うちの走行をちょっと締めてた時期があったので、ね、その時に入れんかったんだな、俺が。ああ、なるほど。それから、腎臓の機能見るとこね。うん、ね、いや、これはね、高いと悪いんですけど、反対に低いんですよね、クレアチンっていうのは。低いと、ちょっとこれは肝機能が悪いとか、栄養状態が悪いとか、そう、栄養失調気味。が、BNH は正常でした。血糖値も正常でした。で肝臓の数字も高くはないですね、一応正常範囲、うん、GPT は低いぐらい、低いのは別に問題ないからね。次、タンパクが低い、低いのは栄養失調です栄養失調です、 それからアルブミンは正常、グロブリンも一応正常です。カルシウムは若干高い、まあこれはそう気にしんでもいいかな。あと、コレステロール、中性脂肪も正常範囲ですね。血液の寄生虫いるんですけど、いませんでした。よかった。じゃあ次、PCV。これはね、血液の中に何パーセント赤血球があるか、はい。で、ちょっと低いんですよ。低いということは、ちょっと貧血気味だから、白血球は、白血球も、子猫だと9000ぐらいは欲しいけど、8100だから、ちょっと低いと。免疫力も落ちてると。II って横断ね、肝臓が悪いと横断が出るんですけど、まあ、出てません。で、まあ、猫エイズ、FIV って言うんですけど、猫免疫不全ウイルスはマイナス。で、猫白血球もマイナス。これはあんまり、外の子半分ぐらい陽性だからね。そう、本当に今流行ってるんですよ。だから外、なんか、難易ってのはすごいよ。すごい、運がいいですね。すごい薄かったもんね。いや、猫エイズすごいから、うん、私白血球の数8000ちょっと低めなんですけど、はい、その内訳も大事で、急性炎症で急性の炎症があると増える好中球ね、2500、まあ、これはギリギリなんですよね。でリンパ球が4000、まあ正常です。具合が悪いとこれが1000切ってきますから。だから単球486、これは慢性の炎症で増えますけど、まあ正常です。高酸球は寄生虫アレルギーで増えますけど、一応正常範囲のちょっと多いぐらいかな。一応バランスは悪くないです。でも全体的にちょっと少なめかなと。だから赤血球、さっき異様石低いって言ったけど、実際の数も600から800万ぐらい欲しいんだけど、490ぐらい低いんですね。まあ数が低くて異様石も低いと、まあ貧血なんです。ただまあ一応若い赤血球は出てました。若いと大きいとかね。でも出方が少ないね、貧血してる間。だからやっぱ栄養が足りてないんだと思います。まあ、あと1日か2日飲んだら食べてないと。で、血小板っていうのは炎症があると増えてくるんですね。炎症があると出血するか、それを止めようとして増えるんですが、これは増えてましたね。で、そんなところと、それから